どうも皆さんこんにちは、未遂作家の七尾よしです。本日は7月公開予定の気になる映画、何本だろう、21本を紹介したいと思います。今日はね、若干盛りだくさんな内容になっておりますので、どんどん飛ばしていきたいと思います。よろしくお願いしますね。今日はアダム・フランシス先生でプレイしていきます。アダムはティーチャーですね。そして今回は上半身血まみれ、そして今回のお相手は泉がありましたからね、プレイグですね。プレイグゲロおばさん、プレイグ怖いな。はい、というわけでね、早速ね、7月公開予定の映画、全体として今回もいつものようにですね、ミニシアターマイナー系な映画を中心にご紹介したいと思います。これね、僕にとってもリマインダーみたいなもんなんで、まあ、なるべくね、チェックして忘れないようになるべく見に行きたいなと思っております。まずはね、7月公開予定の映画から1本目はね、ボーダーラインソマリアウォー。 X-Men シリーズのウィック・シルバー役やアメリカン・アニマルズで知られるエビン・ピーターが主演を務め、トム・ハンクス主演キャプテン・フリックスでも注目を集めたソマリアの海賊などの実態を取材したジャーナリストのジェイ・バハターによる自伝を映画化したものです。2008年ジャーナリスト志望の青年ジェイ・ハバターは偶然出会った伝説的ジャーナリストのシーモア・トルビンに刺激を受け、ジャーナリストとしての功績を残そうと海賊がはびこるソマリアの現地取材に向かう。危険を顧みず現地取材を続け、執筆に励むジェイは明日の命をも知れぬ生活の中で次第に使命感が芽生えていくが、みたいなね、そんなストーリーになっております。ピーターズが主人公ジェイを演じ、伝説的ジャーナリストのシーモア役で名優アル・パチーノが共演しております。タイトルがボーダーラインってあるから、もうてっきりね、メキシコの麻薬カルテルとの激闘を描いたボーダーラインシリーズの続編かと思っていたら、もう全然違う作品でしたね。何なんでしょうかね。でもちょっとね、これ面白そうじゃないですか。海賊を取材したジャーナリスト、実在の人物の自伝を映画化ということですね。っていうか、こんな現代社会でね、リアルな海賊ってどんな人たちなんでしょうか。個人的にとても興味があります。はい、そして次がガール。トランスジェンダーの主人公がバレリーナを目指して葛藤や苦悩を乗り越えながら夢を追いかける姿を描いたドラマです。男性の体に生まれたトランスジェンダーのララはバレリーナになることが夢で、強い意志と才能、そして血が滲むような努力で難関とされるバレエ高校への入学を認められる。しかし成長とともに変わっていく体によってうまく踊れなくなることへの焦りや、ララに対するクラスメートの嫉妬や嫌がらせにより次第に心身ともに追い込まれていくという、そんなストーリーになっております。はい、最近この手のね、LGBT をテーマとした作品すっごく多いですよね。まだね、あんまり表には出てこないんですけど、案外知り合いの中に LGBT な人がいたりして、いや、これからね、もう僕たち真正面から向き合っていかなければならないテーマだと思いますけども、トランスジェンダーのね、バレリーナ志望っていうのがね、まあなんともすごいですよね。ちょっとこれもね、予告編を見てかなり興味を持ちました。見たいと思います。はい、次行きましょう。次はね、ゴールデンリバー。君と歩く、真夜中のピアニストなどで知られるフランスの名将ジャック・オーディアール監督が初めて手掛けた英語劇で、ジョン・シー・ライリー、ホアキン・フェニックス、ジェイク・ギレンホール、リズ・アーメッドという豪華キャストを迎えて描いた、これがね、西部劇サスペンスなんですよ。ゴールドラッシュに沸く1851年、最強と呼ばれる殺し屋兄弟の兄イーライと弟チャーリーは政府からの内密の依頼を受けて、黄金を探す科学式を発見したという科学者を追うことになる。政府との連絡係を務める男とともに科学者を追う兄弟だったが、共に黄金に見せられた男たちは成り行きから手を組むことに。しかし本来は組むはずのなかった4人が行動を共にしたことから、それぞれの思惑が交錯し、疑惑や友情など様々な感情が入り乱れていく。いや、今時ね、西部劇っていうのも珍しいですし、ストーリー自体もね、これ面白そうですよね。ちなみに本作は2018年第75回ベネチア国際映画祭で銀熊賞、監督賞を受賞したそうです。いや、これは絶対見たいな。あ、見たらね、もちろんレビューします。はい、21本もあるからね、飛ばしてきますよ。次はね、ラバーボーイ。不気味な仮面を身につけた殺人鬼ラバーボーイと殺人鬼の繰り広げる凶行がインターネットを通じて配信されてしまう恐怖を描いたサスペンスホラー。
父親を亡くした大学生カイリーは学費を稼ぐためにポルノサイトで仕事を始めます。そのサイトはある豪邸を舞台にポルノ女優たちがセクシーな姿を配信するというもので、カイリーはカメラの前で初めてストリップショーを披露し配信する。すると彼女のライブチャットにラバーボーイというハンドルネームのユーザーが現れる。ラバーボーイは侵入不可能なはずのサイトに侵入し、自分の写真をカイリーに送りつけてくる。しかし後日その写真が女優たちの間で笑い物になっていることを知ったラバーボーイは自ら豪邸に姿を現し、ライブ配信されているカメラの前で殺戮ショーを繰り広げるということでね、これは WTC ワイルドトラウマシネマ2019上映作品ということでね、7月5日からかな、これ東京ヒューマントラストシネマ渋谷で上映されるそうなんだけどもね、いや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 、このね、何このワイルドトラウマシネマ2018っていうのもなんか見たような、前回ね、去年見たような気がするんですけどね、もうなんていうかね、打作の予感がプンプンしますな。でもね、ゲテモノ好きの私はね、きっとこれを見に行ってしまうんだろうな。で、絶対見てね、これ多分後悔すると思うんですよ。もうね、打作の予感しかない。はい。でもね、見に行ったらちゃんとレビューしますので、お楽しみに。はい、これからはね、7月12日公開予定の作品を、紹介しますね。1本目はアイアンスカイ第三帝国の逆襲。月の裏側に潜伏していたナチスが UFO の大軍を率いて地球を侵略するという大胆な設定で注目され、有志から資金を集めて作成されたことでも話題を集めた SF 映画アイアンスカイの7年ぶりとなる続編です。月面ナチスの侵略を受けた人類だったが、その後自ら引き起こした核戦争によって地球は荒廃。それから30年後、人々はナチスが建設した月面基地で生き延びていたが、月面基地のエネルギーが枯渇し人類は絶望の危機にあった。そんな状況に胸を痛めていた月面基地の機関士オビは、地球の深部には未知の世界ロストワールドが広がっており、そこに新たなエネルギー資源があることを知り、仲間と共にロストワールドへと旅立つが、みたいなお話です。前作を生み出したフィンランドのティモ・ボレンソラ監督が今作でもクラウドファンディングでファンから資金を調達し作成したそうです。いや、前作まだ見てないんですけど、評判良かったんでしょうね。まあこんな映画にね、お金を出そうという好き者がね、世の中に結構いるもんだから、世の中ね、面白いんですよね。いや、どんな映画になるんでしょうか。まあ大体ね、ナチス出しときゃ何でも OK みたいなね、安直なノリ好きですよ。さあ次行きましょう。次はね、カニバパリ人肉事件38年目の真実。1981年にフランスパリで起きた猟奇殺人事件、パリ人肉事件の犯人佐川一政の現在にスポットを当てたドキュメンタリーです。81年パリに留学中の日本人男性佐川一政がオランダ人女性を射殺して遺体を食べるという衝撃的な事件を起こしました。帰国後佐川は異端の文筆家として注目を集め、メディアにもたびたび登場するが、2000年代半ば以降は表舞台から姿を消していた。2013年に脳梗塞で倒れて歩行が困難となり、実定の介護を受けながら年金暮らしを送る佐川に、フランスの撮影クルーが15年6月から約1ヶ月間にわたって密着。弟との奇妙な関係を浮き彫りにしつつ、佐川の心の奥にあるカニバリズムを追求していく。はい、この映画ね、僕の動画でもね、何度か紹介してるんで、もうご存知の方多いと思いますけど、そう、あのね、パリ人肉事件を起こした佐川一政の、まあ、最近の姿を追ったドキュメンタリーということでね、まあ今となってはね、佐川さんもね、もうおじいちゃんと言われるような年齢ですからね。さあ彼のね、口からまあ本当の真実と言いますかね、本質というものが語られるんでしょうか。まあカニバリズム大好きな私としてはね、これは注目せずにいられない。というわけでね、もうなるべく早い段階でこの映画見てですね、もうレビューしたいと思っております。さあまだまだありますからね、じゅんじゅんいきますよ。次はね、さらば愛しきアウトロー。ハリウッド屈指の美男俳優として人気を集め、明日に向かって撃てや、オールイズットロスト、最後の手紙など長年にわたり活躍してきた名優、ロバート・レッドフォードが俳優引退作と公言している最後の主演作です。
1980年代初頭からアメリカ各地で銀行強盗を繰り広げ、それによる逮捕と脱獄を繰り返した実在の人物、フォレスト・タッカーを描いております。強盗と言いながらも発砲もしなければ暴力も振るわないという紳士的で風変わりな犯行スタイルを貫いた主人公タッカーをロバート・レッドフォードが演じ、タッカーを追う刑事ジョン・ハント役をマンチェスター・バイ・ザ・シーのケイシー・アフレックが担当しております。はい、最近ねロバート・レッドフォードがね引退を表明しておりましたけど、これがまあ最後の作品となるわけですかね。まあロバート・レッドフォードもね、まあ、確かに昔はねもうイケメンだったんですけど、まあ今でもね整っまあ今でもまあイケメンちゃイケメンなんでしょうけどね、まあどう見てもどちらかというとおじいちゃんですもんね。まあ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 、本当今までねお疲れ様って感じですよね。映画の良かった時代、70年80年代を駆け抜けた名優でしたね。僕もロバート・レッドフォード大好きでした。さあ次はハッピーデスデイ U2。 タイムループによって自分が殺される誕生日を何度も繰り返す羽目になった女子大生の姿を描いた新感覚ホラーハッピーデスデイの続編ですね。誕生日の繰り返しから抜け出して翌日を迎えたツリーは恋人のカーターと充実した生活を送ろうとしていた。しかし今度はカーターのルームメイトのライアンがタイムループに巻き込まれ謎の殺人鬼に狙われてしまう。やがて全ての原因がある研究に関係していることに気づいた3人だったが、そこで再びツリーの身にもタイムループが起こり、またしても誕生日の朝に戻ってしまう。ところがそこは元の世界とは微妙に異なったパラレルワールドだったみたいなね、そんなお話になっておるんですけどね、これはねハッピーデスデイの続編ということで現在上映中なんですよ。僕もこれねものすごい楽しみにしていた作品なんで、近日中というかねもう本当近日中に見に行って早い段階でね、1作目のレビューを上げたいと思います。でこれはねその映画の続編なんですけど、まあ1作目と2作目のね上映がめちゃくちゃこう迫ってるので、1作目の上映期間というのがねもう短い、もうすぐ終わっちゃうと思うんですよ。だからこの映画に興味ある人はね早めに見に行った方がいいと思いますけども、これね東京だとね確かね東宝シネマーズ日比谷でしかやってないんですよ。だからね結構早い段階からチケット席が埋まってしまうので、そう平日でもねすぐに埋まっちゃうんですよ。だから見たい人はですねなるべく早くからチケットの予約をしておいた方がいいと思います。いやこのねハッピーデスデイ何気に人気作っていうかちょっとヒットしてますね。まあ公開規模すごく小さいですけど見れた人はラッキーだと思いますよ。で次はね7月13日公開予定の作品を1作品だけ紹介します。葉っぱ55大統領極秘指令。大麻の合法化という世界初の政策から生じた問題を解決するため、ある極秘ミッションを託された母と息子の奮闘を痛快に描いたウルグアイ映画なんですね。南米ウルグアイで大麻合法化案が議会で承認された。世界初となるこの試みに、当時の大統領ホセ・ムヒカは、密輸業者を打倒するための大いなる実験だと 1g、1ドルで薬局での大麻販売を発表する。薬局店を営むアルフレドはこの商機を生かして大麻入りのブラウニーを販売し、時の人となるが大麻の入手先が密輸業者からであることが発覚し逮捕収監されてしまう。大麻を合法化したもののウルグアイ国内に大麻がないことに気づき、国民の不満が爆発していることに危機感を覚えた大統領はアルフレドに釈放と引き換えにあるミッションを命じる。それはアメリカに渡り大麻の供給ルートを探すという前代未聞の計画だった。アルフレドは母親と共に目標である大麻50トンの入手を目指してアメリカ国内を暗夜するが…みたいなお話ね。質素な暮らしぶりから世界で最も貧しい大統領として話題となったホセ・ムヒカが本人役で友情出演というね、どうでもいい情報ですねこれは。いや今までウルグアイ映画なんて見たことあるのかな、ちょっと記憶にないな。でねタイトルもねこの葉っぱ55とかねマッハ55に引っ掛けたふざけたタイトルだし、なのにねこのストーリーすごく面白そうじゃありませんか。私このストーリー聞いてねいやこれ見たいなと思ったんですよ。なのでねもう要チェックということで、はい、これもねぜひレビュー楽しみにしていてください。見るかどうかわかんないけど。はい、次はね7月14日の作品をですね1本、それはねダーティーガイズパリ風俗街潜入捜査戦。
1980年代フランスを舞台にポルノ業界への潜入捜査を命じられた刑事2人組が思いがけずポルノビジネスで大成功を収める姿を実話をもとに描いたコメディードラマ。荒っぽい中年刑事マルタンと真面目で神経質な刑事ジョルジュはポルノ業界の脱税を一掃するため偽名を使って潜入捜査を開始します。捜査のターゲットである業界のドンモーリス・ボルジェと知り合った2人は彼と一緒に映画制作に乗り出すことに。監督や、撮影スタッフたちとお祭り騒ぎのような毎日を送りポルノ業界の魅力にどっぷりとハマっていくマルタンとジョルジュ、そんな2人にある命令が下される。はい、こちらは新宿シネマカリテの特別企画カリコレ2019の企画上映なんですけど、なんかちょっとこれもね気になりますよね。ポルノ業界に潜入したら、そのポルノにどっぷりハマってしまうってね、まさにミイラ取りがミイラになった2人の実話ということでね、まあ、コメディでもあるんでちょっとこれもね、シネマ借りて新宿シネマ借りて見に行きたいかなと思っております。そして次はね7月15日の公開予定の作品1本ですね。こちらもねシネマ借りての作品かな。フローズンブレイク、極寒の雪山でロープウェイに取り残された若者たちの運命を描いたロシア製サバイバルスリラー。カーチャーと仲間たちは年明けを祝うためロープウェイで雪山の頂上を目指していたところが、男女4人の乗ったロープウェイは故障により上空60メートルで停止してしまう。彼らがロープウェイに乗っていることを知っているのは、業務を終えたところを金で釣って操縦させた操縦士と、直前で乗るのをやめたカーチャの恋人キリルのみ。マイナス10度の中で夜明けを待つ4人だったが、救助は一向に来ない。追い詰められた彼らは自力で脱出を試みるが、不安定な密室の中で次第に関係が悪化していき、みたいなね。いやいや、これも面白そうな密室劇ですよね。なんかロープウェイが止まっちゃうっていうのも面白いですけど、そこはもうね、零下マイナス10度っていうことで、まあここでね、お互い4人のエピソードが明かされて、互いの間に疑心暗鬼が生まれ、そしてなおかつ自分だけは生き残りたいとね、他人ね、友人を差し置いてでも生き残りたいという主役が働き、とんでもない修羅場が展開していくんでしょうね、きっとね。こういう密室劇はもうストーリー勝負ですからね、まあ、よっぽどか自信がないと作れませんから、きっとこの作品面白いんじゃないかなとは思うんですけど、シネカリテのね、シネマカリテの企画というところがちょっと不安ではもありますけどね。はい、次からね7月19日公開予定の作品をいくつかレビュー、紹介いたします。1本目はアポロ11完全版。アポロ11号の月面着陸50周年を記念に、新たに発掘された音声と映像でアポロ11号の9日間を描いたドキュメンタリー。月面着陸50周年を記念し、アメリカ公文書記録管理局や NASA などの協力により、新たに発掘された70ミリフィルムのアーカイブ映像や1万1000時間以上に及ぶ音声データなどをもとに作成。ナレーションやインタビューは加えず、 4K リマスターによって美しく蘇った圧倒的な映像と音声のみで構成。打ち上げ管制センターや宇宙飛行士たちが宇宙服を着用していく姿や、ミッション完了後の回収船の様子など、当時全世界で5億人が見守ったとされる人類史に刻まれた歴史的な瞬間を追体験することができます。はい、今年ねライアン・ゴズリング主演のファーストマンが公開されて、僕のチャンネルでもレビューしている、まあ、月面に行った宇宙飛行士のお話描かれてましたけど、こちらはねドキュメンタリーということで、まあ、月面着陸といえばね、今でも高須クリニックの、院長先生とかね、いや人類は月になんか行ってないんだみたいなことを主張してますけど、まあ、あまりにもね映像、あの映像ちょっとね怪しいとこあるらしいんですよね。あの宇宙飛行士の影の位置とか方向がこれ明らかに照明によるものでちょっとおかしいみたいなね、矛盾点がいくつか指摘されているんですよ。だから当時あの2001年宇宙の旅を撮ったスタンリー・キューブリック監督のフェイク映像ではないかって言われてるんですね。まあね、そんなこと言ったら911テロだってあれも怪しいですよ。僕もあれ別に911テロ見たわけじゃないからね、現実的に見てないんで、もしかしたらあの映像だってマイケル・ベイ監督がね作ったフェイク映像じゃないかと僕若干疑っております。911テロはなかったなんていうのはこれ炎上するんでしょうね、こういうの真面目に主張するとね。はい、やめておきましょう。さあ次いきますよ。次はねアンダーユアベッド。高吉健吾が恋した女性を監視するためベッドの下に潜り込む主人公を演じて主演を務め、バイロケーション劇場版ゼロの
安里麻里監督のメガホンで大石健の同名小説を映画化。家でも学校でも誰からも必要とされることなく、存在自体を無視されていた男、誰からも名前すら覚えられることのないその男に、三井君と名前を呼んでくれたたった一人の女性がいた。学生時代の甘美な思い出から11年の時間が過ぎ、男は女性との再会を夢見るが、男の目の前に現れた彼女は別人のように変わってしまっていた。彼女に何が起こったのか。男の純粋な思いは暴走し、彼女の自宅に潜入、ベッドの下に潜み、息を殺して彼女の監視を始める。原作者の大石圭さんといえば、コンスタントにホラー小説を出していて、いや結構ね、映画化された作品も5作品6作品ぐらいありますよね。最近だと殺人鬼を飼う女が映画化されてました。あれ僕ね見たかったんですけど見てないんですよね。今回はね、アンダーユアベッドってことでね、何ですかね、ベッドの下に忍び込んで監視するってことで、うんちしたくなったらどうするんだって話なんですけど、まあ、そこら辺どのように処理されているのか。そして高吉健吾みたいなイケメンがね、誰からも相手にされないわけがないんですよ。まあそんなツッコミはね、野暮ということで、この映画もね、とても楽しみです。さあどんどん飛ばしていきますよ。次はね、後作ブラックビーナスと呼ばれた男。北朝鮮の核開発をめぐり緊張する1990年代の朝鮮半島を舞台に、北の潜入を命じられた韓国のスパイの命を懸けた工作活動を描き、韓国で数々の映画賞を受賞したサスペンスドラマです。92年、北朝鮮の核開発により緊張状態が高まる中、軍人だったパク・ソギュンは核開発の実態を探るため、ブラックビーナスというコードネームの工作員として北朝鮮に潜入する。事業家に扮したパクは慎重な工作活動によって北朝鮮の対外交渉を一手に握る李所長の信頼を得ることに成功し、最高権力者であるキム・ジョンイルと会う超チャンスをつかむ。しかし97年、韓国の大統領選挙をめぐる祖国と北朝鮮の裏取引によって、自分が命を懸けた工作活動が無になることを知ったパクは激しく苦悩します。いやー、もう定期的にねやってくる韓国の、まあ、北朝鮮を相手にしたスパイ活動映画ですね。まあこのね、あの韓国の北朝鮮ネタのスパイ映画は結構傑作が多いんでね、これもね楽しみですね。これまた実話なんですよね。いやいや面白そうです。はい、まだありますよ。次はね、ポラロイド。イット、それが見当たら終わりのロイ・リーが制作を務め、1台のポラロイドカメラが巻き起こす悪魔のような現象を描いたホラー。リブート版チャイルドプレイのメガホンを取ったラース・クレイブバーグ監督が自身の短編ホラーをもとに長編初監督作品として手掛けた。 SNS 世代のごく普通の女子高生バードは、アルバイト先のアンティークショップで年代物のポラロイドカメラを手に入れます。バードは友人や密かに思いを寄せるコナーたちとの楽しい時間をカメラで撮り始めます。しかしポラロイドカメラで撮影された友人が次々と悲惨な死を遂げていく。バードが写真を処分しようと火をつけると、被写体となっている女性の体にも火がつく不可解な現象が起こる。このことから一連の悪夢のような出来事がポラロイドカメラによるものであるとバードは確信するが、彼女自身も写真に写り込んでいることが発覚する。怖いですね、怖いですね。ポラロイドカメラというね、なんともレトロなカメラ、この今ねデジタルカメラや iPhone とかね、スマートフォン全盛の時代にあえてポラロイドカメラを使ったホラーっていうのもね、なかなか斬新だと思うんですけど、いやどんな風にね展開していくんでしょうかね。結構ね面白そうな話ではありますよね。ホラー映画大好きの僕としては見逃せない作品ですね。はい、というわけでね、次から7月20日公開予定の作品をいくつか紹介します。1本目は5億円の人生。高槻蒙来は幼少期に難病を患っていたが、5億円もの善意の募金により手術は成功し健康に成長していった。17歳の高校生になった蒙来を待っていたのは、5億円にふさわしい人間という周囲からの期待やマスコミの好奇の目だった。窮屈な日々から逃げるように SNS で自殺を宣言した蒙来のもとに、見知らぬアカウントから死ぬなら5億円返してから死ねとメッセージが届く。蒙来は家を飛び出し5億円の借金を返して自由になるための旅に出るがみたいなね。いやー、5億円って面白いね。5億円もらったから周囲からね、5億円に見合う人生を送れみたいなプレッシャーをかけられて、それが嫌だから自殺するって言ったらね、その送り主から5億円返せってメッセージが届くっていうね、なんともね、
こう面白そうな、なんだろう、こうヒュもうコメディなのかどうなのかちょっと分かんないけど、ちょっとサスペンスタッチ、ミステリータッチでもありますね。なんかとてもね、このストーリー気になりましたので上げてみました。こういうね、プロット段階から面白い映画っていうのはね、気になってしまいます。さあ次参りましょう。次はね、存在のない子供たち。長編デビュー作、キャラメルが高い評価を得たレバノンの女性監督、ナディーン・ラバキーが貧しさゆえに親からまともな愛情も受けることができずに生きる12歳の少年の目線を通し、中東の貧困、移民問題をえぐり出した人間ドラマ。中東の貧民窟で暮らす12歳の全員は、貧しい両親が出生届を提出していなかったため、 ID を持っていない。ある日、全員が仲良くしていた妹が知り合いの年上の男性と強制的に結婚させられてしまい、それに反発した全員は家を飛び出す。仕事を探そうとしたが ID を持っていないため職に就くことができない彼は、沿岸部のある町でエチオピア移民の女性と知り合い、彼女の赤ん坊を世話しながら一緒に暮らすことになる。しかしその後、再び家に戻った全員は強制結婚させられた妹が亡くなっていることを知り、みたいな。はあ、結構重そうなね。やっぱりね、まだ日本なんてね、まあ、日本も貧困問題いろいろと取り上げられてますけど、まあ、東南アジアとか中東かアフリカの貧困問題から比べればね、まだまだイージーモードもにも程がありますよ。やっぱりこちらの貧困問題、移民問題というのはね、まあ、シャレになってないですからね。まあ、日本なんかね、結婚しないの？子供産まないの？って言っただけでね、もうアホみたいに怒る女いますけど、こちらなんかね、強制結婚ですからね、もう全然こんな、なんていうのかな、人権蹂躙のレベルが違いますよね。というわけでね、かなり気になりますね、この映画。いや、これ見てね、日本人に生まれてよかったと噛み締めることにしましょう。さあ、次からね、7月26日公開予定の作品をこちらもいくつかね、紹介していきます。1本目は、出国、作られた工作品。1980年代、ある事情によって北朝鮮のスパイとなった男の実話をベースにしたスパイサスペンス。過去のある行動により韓国に戻ることができない経済学者のオン・ヨンミンは、亡命先の西ドイツで評価されることのない不遇な日々を送っていた。そんなヨンミンにある人物からの勧誘の声がかかる。それは北朝鮮で大学教授として働くことだった。妻のウンスクの反対を押し切り、学者として充実した暮らしができればと、ヨンミンは北朝鮮へ向かう。しかし、ヨンミンは大学教授の職に就くことはできず、北朝鮮で彼を待っていたのは工作員養成のための訓練だった。苛烈な日々を送った結果、ヨンミンは工作員としての指令を受け、家族と共に再び西ドイツの地へと向かうことになるが、先ほどもね、工作ブラックヴィーナスと呼ばれた男を紹介したんですけど、まあ同じ、企画の扱いなんですかね。これもちょっと気になりますよね。面白そうですよね。教授になりたかったのに、まあ、当時ね、1980年代ですから、まだね、北朝鮮がどんな国かってことをあまり人々は知らなかったんでしょうね。だから安易に北朝鮮に行ってしまった。それによってスパイとしての教育を強制的に受けさせられて、スパイ活動を余儀なくされるっていうね、まあ実際に起こった事件らしいですから、これもね、ちょっと興味があるところではあるんですけど、シネマート新宿でやるのかな、この手の映画は。はい、もし見たらね、レビューしたいと思います。それでは次行きましょう。次はね、サスペンス映画ですね。隣の影。些細な隣人トラブルの連鎖から人々が暴走していく様子を描いた、アイスランド発のブラックサスペンス。閑静な住宅地で暮らす老夫婦が、隣家の中年夫婦からクレームをつけられた。老夫婦宅の庭にそびえ立つ大きな木が、いつも日光浴をするポーチに影を落としているのだというのだ。それをきっかけにいがみ合うようになった2組の夫婦は、身近で相次ぐ不審な出来事を全て相手の嫌がらせだと思い込むようになる。妻に追い出されて老夫婦のもとへ転がり込んできた息子も、庭のテントで寝泊まりしていて、隣人の監視を手伝う羽目に。やがて老夫婦が可愛がっていた飼い猫が失踪したことから、両家の人々は越えてはならない危険な一線を越えてしまう。アイスランドのアカデミー賞と言われるエッダ賞で、作品賞、監督賞など7部門を独占したそうです。アイスランドの映画といえば、先日僕の動画でもチャンネルでもね、レビューしました「立ち上がる女」がありましたけど、あれもなかなかの傑作でしたよね。
で今回はまあ日本でもよくありがちなね、隣人トラブルサスペンスっていうことで、でも結構ね話がエスカレートしていくんでしょうね。でなおかつアイスランドのアカデミー賞みたいのも受賞しているから、ストーリーもかなりこれ面白いんじゃないかな。立ち上がる女もね相当に良作でしたから、この映画かなり期待できますね。これはちょっと見に行きたい。はい、見たら当然またねこのチャンネルでレビューしていきますけど、いや今月でね僕的にはこれが一番楽しみかもしれないな。なんか地味な映画ですけどね。 あとね一番楽しみといえばね、ハッピーデスデイの2作品ね、まだ1作目見てないんでね、もう早々に見に行ってレビューあげますので楽しみにしていてください。そしていよいよ最後の映画になります。最後はねパラダイスク、ごめんなさい、パラダイスネクスト。もうねぶっ通して喋ってるからもう舌が回らなくなってきた、疲れてきましたね。でこのパラダイスネクストですけど、妻夫木聡と豊川悦司がダブル主演し、孤独な男たちの運命が交錯していく様子を全編台湾ロケで描いたノワールサスペンス。世間から身を隠すように台北でひっそりと暮らすヤクザの島の前に、お調子者で慣れ慣れしい牧野が現れる。牧野は初対面のはずの島の名前を知っており、島が台湾に来るきっかけになった事件の真相についてほのめかす。得体の知れない牧野をいぶかしく思う島だったが、牧野が何者かに命を狙われていると知り、一緒に台湾東海岸の町カレンへと向かう。そこで出会った女性シャオエンの存在により、牧野と島の閉ざされた過去が明らかになっていく。まあ、このストーリーもね、ノワールものも結構好きなんですけど、ストーリーもさることながら主演の妻夫木聡さんと豊川悦司さんという取り合わせもね、これもなかなかちょっと気になるところですよね。芸達者の2人ですから、この2人の演技が織りなす化学反応がねどのようなものになるのかちょっと見届けたいですよね。そしてまあ親日家が多い台湾が舞台というのもミソですね。さあこの2人の物語はねどんな風に転がっていくのか、向かう先は破滅なのかそれともハッピーエンドなのか、はい気になりますよね。というわけでね、これもねぜひ見たい映画ですね。レビューね、見たらレビューしたいと思います。はい、いかがでしたかね。とまあ駆け足でね、冒頭で21本って言ったと思うんですけど、数え直してみたらね22本でしたね。いや22本、まあほとんどがミニシアター系ですので、大きなね、ロードショー今回1本も入っておりません。あ7月はね、あ7月はまあ夏休みってことで、トイストーリー4とか天気の子とかダイナーとかね、大きな作品が待っております。そちらもねもちろん見る予定なんで、レビュー楽しみにしていてください。楽しみな映画はね、まず何度、まあ、さっきも言いましたけどね、ハッピーデスデイの2作品と隣の影というねアイスランドのサスペンス映画が楽しみですね。あとヒューマンドラマだったら、まあ存在のない子供たちはちょっと要注意、要チェックですね。あとウルグアイの映画ね、葉っぱゴーゴーっていうタイトルの決体な映画ですけど、これもねストーリー面白そうなんで、こちらもぜひ見たいなと思って楽しみにしておりますね。あとね個人的にはドキュメンタリー2つですね、カニバとアポロ11号のドキュメンタリー映画、こちらもね僕とはね個人的にかなり楽しみにしております。皆さんはどうですか、7月公開予定の映画何か気になる映画ありますか。もしよろしかったらですね、コメント欄に7月公開予定の気になる映画を書き込んでみてください。よろしくお願いいたします。当チャンネルではね月末に来月の気になる映画、まあミニシアター系を中心に紹介しておりますので、ぜひチェックしてみてください。先月、6月も5月もねありますので、そちらもチェックしていただけると、まあ、皆さんのね気になる映画が見つかるかもしれません。はい、というわけでね今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さんまた次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。もしこの動画を気に入ってもらえたら高評価をお願いします。チャンネル登録は下のアイコンをクリック、 iPhone やスマートフォンの場合はタップしてください。よろしくお願いいたします。